セントレアの第一ターミナル、国内線の手荷物受け取り場。今皆さん手荷物を待たれているんですけれども、スーツケースの間にですね、名古屋飯とそしてお寿司が流れてきています。ものすごくリアルです。ターンテーブルに流れてきたのは名古屋飯の盛り合わせ、さらに魚や豪華なお寿司も。実はこれらは全て食品サンプル。岐阜県郡上市にあるメーカーサンプル工房が作ったもので、今日から展示が始まりました。大きなインパクトのこの展示、その訳は、愛知、岐阜、三重、それと中部圏のいろんなところのご当地メニューなども、展示して、足を運んでいただけるきっかけになればなと。メーカーがセントレアとタッグを組み、オリジナルの食品サンプルを開発。手羽先やひつまぶしなど定番の名古屋飯はスーツケースにすっぽり。外国人に人気のお寿司は寿司ネタになる前の魚もセットになっていて、本物の魚から型を取ったという食品サンプルは鱗まで見事に再現されています。あ、なんかびっくりした、上手に作れてました。全部美味しそうだったよね。美味しそうだったけど一番好きなのラーメン。手荷物を待つ時間が楽しくなりそうな食品サンプルの展示、今後好評であれば種類を増やすことも検討しているということです。